これが今のクレストランドや。みんな白牙たちを恐れてクロスファイトのくの字も口にせえへん。競技台を奪われとる以上、新たに大会を開くこともでけへんし。肝心のカモンも未だにショックから立ち直れずにいる。無理もない。彼にとってはおそらく初めての完全敗北。お優しいこったな。少し過保護すぎるんじゃねえか。クロフチバサラ、それにドラゼロス、まさかお前もパワーアップ。行くぞバサラ、エンブレムチャージ。真そういうジャッジメント、闇の恐怖を振りまけ、ドリームドラゼロス。最高だぜこのエンブレムシステムってやつは。こいつなら俺のパワーと気合を丸ごと俺のショットに乗せられる。こんな遊びじゃ物足りねえ。もっと歯ごたえのあるバトルはねえのか。ならばお主らクレストランドに行ってみんか。爺様、どういうつもりだ。彼を立ち直らせるにはおそらく荒れ用事が必要じゃ。これほどうってつけのコンビはおるまい。ああ、勝手に話進めてんじゃねえよ。だが俺たちもロードファイトには興味がある。いいだろう。ただしどうなっても知らねえぞ、そのカモンとかいうふぬけ野郎が。さあカモン、エンブレムチャージ。やはりダメか。なあガルバン、俺たちが負けたせいでクロスファイトは潰されちまった。しかしそれは手も足も出なかったんだ、あの白牙ってやつに。こんな気持ちのままじゃメラッと来ねえぜ。私の読みが甘かった。まさかあんなことになるとは。あれはおそらく兄龍馬に対するカモンの恐れと敵対心の現れ、いわば真っ黒な負の感情。もしあれにカモンが飲み込まれてしまったら。お父さん、カモンに再びビーダーの道を歩ませたのは間違いだったのだろうか。みんなご飯もろくに食べないし、このままじゃ体が参っちゃう。何かこうパーッと気分転換できればいいのに。行くぞ、マスターレッグ、ノーマルモード、スナイパーモード。見事な腕前だ、ビャク。ありがたき幸せ。その調子で腕を磨け、カモンは必ず立ち直り、それを取り戻しにやってくる。グランドビーマスター様、なぜそんなにあの少年を気にかけるのです。当然だろう、あいつは私の可愛い弟だからな。
ほう。着いたわ。ここが超有名なリゾート地、クロノス島よ。この明るい日差し、開放的な雰囲気、来てよかったでしょ。ああ、お誘いありがとう。だが、この食べ物の山は？うん、いっぱい食べてパワーをつけなきゃ。それともまだ足りない？さあ、みんな行こう。すっかり気を使わせてしまったようだな。姉ちゃんの心意気を無駄にはできねえや。気分転換して、俺たちも楽しもうぜ、ガルバン。おう、カモン。そう、うまいうまい。終わったら次はデザートの下ごしらえよろしくね。人使いの荒いやつだ。しかし、はぐれ狼の掟その11、受けた恩義の借りは必ず返す。カゲロウくん、行くぜ、ガルバン。おう。やっぱダメか。カモン。こら、カモン、サボらない。え、やべ。暇ならお使いに行ってきて。バーベキュー用の燃料をお店に頼んであるから。なんだあの格好。どうやらこの島は今祭りの真っ最中のようだな。うん、すっげー、ミステリー、いい試合だったね。ビーダマ、なんだろう、さっきの機体。初めて見るタイプだったか。ミステリー。ん？どこ行った？僕に何か用かい？これはブレイクボール。ここにショットを当ててボールを飛ばし合う競技なんだ。どう？勝負してみない？それってロードファイトの申し出か？ロードファイト？あ、そうだカモン。ここはクレストランドの街の外だから。ロードファイトの範囲外なのか。僕がブルーボール。君はレッドボールでいいかな。先に自分の3個を全部飛ばした方の勝ちね。カモン、ここは一発やってみるぜ。ブレイクボール、キャノンアーム装着。キャノンドライブガンマン。3 2 1、ビーファイ、行くぜ。しまった、トルネードターゲットと同じ仕組みか。いっけドライブショット。しかもこいつ強いぞ。負けてたまるか。やるね。そっちもな。なんだかだんだんメラッとしてきたぜ。カモン、触ってくるぞ。お前の魂が再び真っ赤に燃え始めたのか。
じめまして。僕は龍ヶ崎かける。俺はメタルアクセルドラシアンだ。よろしくな。ドラシアン？かける？ケルや夏美と出会ったばっかりなのに、またも新リーダーの登場だ。黒淵バサラ、どんなやつだ。次回もヒートアップだぜ。この後は